たね。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね、五番街では随分ご活躍したって噂だ。人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさ。エアリスにはとびっきりのドレスを用意するから、楽しみに待っときな。さてと、話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね、その間あんたは女面じゃできないこともあるんだろ。今のうちに遊んできたらどうだ。思ったよりこの町に馴染んでるようだし。安心しな、あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ。男のことは男同士、サムに話をつけておいたからね。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩き直してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ、そうそう、その白男臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお、じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。覗くんじゃないって言ったろ。あんたいい度胸だね。ちょっと聞こえよ。覗くんじゃないって言ったろ。よう、マムから話は聞いてるぜ。女連れでチャンピオンになっておいて、今度は女の留守中に夜遊びとはな。は？怒るなって。どうせマムにケツでも叩かれたんだろう。ま、確かに兄ちゃんはなんつうか腕っぷしは強いんだろうが、どうにもな。あ、この機会に一発の男としていろいろと経験を積んどくのも悪くねえだろう。守りたい女がいるならなおさらだ。ちょうどあんたにぴったりの話がある。どうだ、乗ってみるか。ただの暇つぶしだ。その息その息、頑張ってこいよ。なんでもや。待ってたよ、クラウド君。ようこそエクササイズジムダンダンダン。トレーナーの G なんだ。突然で申し訳ないんだけど、うちの会員と一勝負お願いしたくてね。本気ですかボス、こんなピヨピヨ君一瞬でむしり潰しちまいやすぜ。やる前から決めつけるのはよくないな。じゃあクラウド君、準備ができたら声をかけてくれ。
勝負する気になってくれたかい？ふん、干からびたジュースタンクのごとき筋肉で俺に挑むとは、後悔するなよ、ピヨピヨくん。無駄口を叩かない。勝負の方法はこのジム伝統のスクワット対決だよ。じゃ、早速始めるよ。泣きべそかくなよ。いい感じだね。このまま続けていこう。その調子だよ。美しいフォームだ。素晴らしいね。美しいフォームだ。その調子だよ。いい感じだね。このまま続けていこう。いい感じだね。素晴らしいね。美しいフォームだ。その調子だよ。いい感じだね。素晴らしいね。このまま続けていこう。美しいフォームだ。いい感じだね。素晴らしいね。このまま続けていこう。その調子だよ。このまま続けていこう。いい感じだね。素晴らしいね。美しいフォームだ。その調子だよ。素晴らしい。このまま続けて、いい感じだね。美しいフォームだ。その調子だよ。このまま続けて、素晴らしい。美しいフォーム、その調子だよ。このまま続けていこう。当然の結果だ。なぜこんな貧弱な筋肉しか持たぬピヨピヨに。筋肉は量じゃなくて質だ。電話、そうやって見た目で人を判断する、その慢心が君たちの弱さであり、クラウド君に負けた理由だ。この子たちの目を覚ましてくれてありがとう。巻き込んですまなかったね、クラウド君。君はもうこのジムにとって兄弟も同然だ。体を動かしたくなった時はいつでも遊びに来て、一緒に素晴らしい肉体と精神を手に入れよう。うわー、体を動かしたくなったらゼンワンたちに話しかけてみる。貴様、俺と勝負してるか。俺と勝負か？オッケーカモン！逃げるなら今だぜ！いい感じだね。呼吸を合わせてごらん。その調子だよ。このまま二人とも素晴らしいよ。美しいフォームだ。素晴らしいね。美しいフォームだ。いい感じだね。このままどんなものかい。その調子だよ。素晴らしい。ほら、もっと体を追い込んで。いい感じだね。美しいフォームだ。このまま続けていこう。そのいいね。美しい汗だ。素晴らしいね。いい感じだね。美しいフォームだ。そのさあ、ここからだよ。このまま続けていこう。いい感じだね。素晴らしいね。いい感じだね。おいおい、もっとホットになれるだろう。レッツマッスルトゲザー。ハードに攻めるぜ。
その調子だよ。このまま続けていこう。美しいフォームだ。このまま続けていこう。素晴らしい。君たちならやれる。いい感じだね。その調子だよ。美しいフォームだ。このまま続けていこう。二人とも素晴らしい。いい感じだね。美しいフォームだ。このまま続けていこう。その調子だよ。すげえね。美しいアーテ。美しいフォームだ。いい感じだね。その調子だよ。このまま続けていこう。ほら、もっと体を追い込んで。素晴らしいね。その調子だよ。美しいフォームだ。いい感じだね。さあ、ここからだよ。その調子だよ。素晴らしいね。その調子だよ。いい感じだ。美しいフォーム。ほら、もっと体を追い込んで。いい感じだね。素晴らしい。美しいフォーム。その調子だ。君たちならやれる。いい感じだ。素晴らしい。美しいフォーム。さあ、もう一度。俺に勝つとは。なんだか体がうず。よかったら僕とも勝負して。一勝負やっていくか。体は温まってる？ハイレベルの勝負だぜ。さすがにやるな。マッスルハーモニー、どうだ。ミーラブバー、負けてられませんぜ。どうだ、引き換えてるんだ。パーフェクトだ。マッスルハーモニー、さすがにやるな。どうだ、引き換えてるんだ。はい、ワン、ハイレベルな勝負だぞ。パーフェクトだ。さすがにやる。マッスルイズビューティハン。どうだ、敵耐えてる。マッスルハン。僕の喜ぶ声が聞こえ。ハイレベルな勝負、負けてられません。パーフェクトだ。見せつけてやりましょう。マッスルハン。どうだ、敵耐えてる。ハイレベルな勝負。はい、ワン、負けてられます。ハイレベルだ。さすがにパーフェクト。マッスルイズビューティフ。マッスルハン。どうだ、敵さ、負けてられます。マッスルハン。パーフェクト。どうだ、敵さ、負けにくも喜ぶ声、負けてられます。さすがにパーフェクトだ。終わったな。まさか僕まで。さあ、僕たちも負けっぱなしじゃいられないよ。トレーニングを続け。はい、ボス。いらっしゃいませ。何かお探しの商品が。ん、ああ、あんたが例の何でもやか。頼みたいのはあれだ。居酒屋で飲んだくれてるうちの親父を連れ戻してほしくてね。すぐそこの酔いどれって店にいるから、よろしくな。クラウドさん、サムさんから話は聞きました。ティファを助けるため
ウォールマーケットについて勉強中なんですよね。ここはこの町の先輩である俺にドーンと任せてください。さあまずは依頼をこなしてみましょう。酔いどれはこっちです。酔いどれ酔いどれ。一元さん、ここは日々の疲れを酒で洗い流す憩いの場、酔いどれです。常連さんが多い店ですから、入るときはそんなずかずかと、こんなの世界で酔いをしきたりがかって待ってくださいよ。あんたが親父だな。わしの息子はこんなアホ面だったか。アホ面だと？とにかく俺と一緒に店に帰ってもらうぜ。いやじゃ、わしはもうダメなんじゃ。そんなこと言うなよ親父。俺力になるからさ。おお、本当か息子よ。実はマテリア屋の店主に賭けで負けての、わしの大切なインスピレーションを奪われてしまったんだよ。インスピレーション。あれが帰ってこない限り店に戻る意味はない。わかった。なんだかよくわかんないけど、そのインスピレーションってやつを取り返してくればいいんだな。待ってろよ親父。ほらお前も行かんかい。マテリアやマテリアや。ここ豆のポップコーン。マテリアやって入ったことないんだよな俺。本当にママ。するぜ。魔術地味なこの感じはまさに。ちょ、置いてかないで。これがマテリアや。なんだあんたたち。福屋の親父のインスピレーションを返してもらおうか。インスピ？ああ、あれのことか。でもあれは俺の戦利品だぜ。ただで返すわけないだろう。何？でもそうだな、頼みを聞いてくれるなら考えないでもない。なんだよ。兄さんたちを男と見込んでの頼みだ。うん。宿屋の自販機で買ってきてほしいものがある。あれだよあれ。宿屋自販機、あれか。あれって？野暮なこと聞くなよ。んじゃよろしくな。自販機のあれ見破るのはこの俺だ。感じる感じるぜ、危険な夜の気配を。秘密の領域へいざ参らん。財布落としまった。お兄さんにぴったりなお部屋ご用意できてますよ。は？いやいや止まらねえし。あ、客じゃねえなら何の用だ。あった、この自販機ですよ。パッと見は普通の自販機だが、しかし教えてあげましょう。いいですか、この手の自販機には秘密のボタンがあるんです。どこに？それは秘密ですから。これまでの知識や経験を総動員してこうズバババッと心の目で見破るんですよ。俺を誰だと思っている？このくらい簡単に見破れる。おお、自信ありっすね。
あれってただのこれ？ほらほら、まだ秘密のボタンは残ってますよ。おお、あれってなるほど。いよいよ最後のボタン。これは早く早くしまってください。こんなとこ見られたら。おおおおやかにスペシャルおまけだよ。ビビ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 ビッと。とにかくあれはゲットしたんで、早いとこマテリア屋に戻りましょう。みんなが俺を見てチャンピオンってこんな気分なんだな。クラウドさん、早く。さあさあ、お待ちかねっすよ。俺たちの戦利品、ババ。おお、待ってたぜ。さあさあ、クラウドさん、あれを。これを。おお、マジか。すげえな、兄さん。おお。こんなの初めて見た。このくらい、どうってことない。いやー恐れ入ったぜ。見かけによらず経験豊富だったみたいだな。まあな。くぅ、さすがチャンピオン、憧れます。さてと、約束の物だが、悪い、実はもうここにはないんだ。はあ？だから悪かったって。今は確か定食屋の親父が持ってるはずだ。でもまあないなら仕方ない。急ぎましょう、クラウドさん。さてと、やる気も出てきたし、マテリアも磨いてやんなきゃな。ほら、用が済んだなら出てけって。定食屋定食屋。腹減った。あっちの路地裏からも美味しそうな匂いだ。いやいや、今は定食屋定食屋。重ねて食べるとさらに味が変化。待ってくださいよ、まだ。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。なあなあ、あんたマテリア屋から例の物預かってんだろ。マテリア屋？なあ、あれのことか。兄ちゃんたちも物好きだね。そんなことより、あんたら料理は得意か？いや、全く。最近なんか料理の味がぼやけてんだよな。なあ兄ちゃん、原因は何だと思う？火力か電気か冷蔵温度あたりだとは思うんだけどよ。考えられるとしたら、なんだ？よし、原因は火力が足りないだ。お、兄ちゃん炎にうるさい口か？どれ、試しに火加減を変えてみるか。お、悪くねえ火加減じゃないか。えい、お待ちと。いただきます。苦しい。おいしそうに食べてたから感想を聞きたかったのに。でもあんたのおかげで助かったよ。これお詫びと薬や商品クーポン、彼に薬でも買ってあげて。薬屋はどこだ。
道を開けて。マテリア以上に謎のスイーツ、マテリアイス。あんた、こいつの連れか。まあな。お、あんた、クーポンを持ってるのか。とにかく中へ入ってくれ。たく、今日はやけに病人が多いな。こいつ以外にもいるのか。ああ、薬の注文が立て続けに入ってね。ちょうど配達に出るところだったんだが。こいつを置いていくわけにもいかないしな。そうだ、あんた代わりに薬を届けてきてくれないか。その格好軍人さんかなんかだろう。治療の経験もそこそこあるんじゃないかと思ってさ。助かるよ。そうだな、あんたに任せられそうなのはこの薬を届けてくれ。一人分だ。依頼主はその辺りで倒れてるはずだ。症状を見て合う薬を渡してくれ。死ぬ前に一度。調子が悪い奴が行きそうな場所、その辺の店を覗いてみてくれ。でも入ってたのか。薬を持ってきた、見せてみろ。ありがとう、助かったよ。これ大したもんじゃないけど、よかったら。安心したら今度はと。悪いけど出てくれるか。戻るか。ゲートの上はチョコボ豆のポップコーン。じゃあ何の肉なんだ。やめろ。で、そのカメ、いやメカみたいな恐ろしい絵をクラウドさんの剣がズガガガガーッと。家？あの兄ちゃん、家と戦ったのか。あ、お勤めご苦労様です。もういいのか。うるさいくらいにな。外の奴らはどうだった。できるだけのことはした。ありがとな、助かったよ。じゃあ約束通り報酬な。ちょうど今いいものを持ってるんだ。
いいもの？ま、もともとは福屋の親父のもんだけどな。定食屋から話は聞いたぜ。あんたたち、これを探してたんだろ？探してた？福屋の親父？なんだっけ？あー！インスピレーション！当たり！ここいらの店主仲間は昔からの腐れ縁でな。毎晩集まっては景品をかけて勝負してんのよ。で、巡り巡ってこいつが俺んとこに来て、はい、今はあんたのもの、超レアもの、限られた人間しか手にできないあの VIP 会員証だ。ま、持ってても何の役にも立たないんだけど。これってまさか、クラウドさん、早く見つめて、いや、とにかく酔いどれに戻りましょう。福屋の親父によろしくな。クラウドさん、早く早く。インスピレーション、そういうことだったのか、親父。酔いどれ酔いどれ酔いどれ。材料も製法も問題必須。親父、待たせたな。ああ、こんな息子おったかな。例のものを取り返してきたぜ。おお、これはまさしくわしのインスピレーション。親父、それってそうよ、来る日も来る日もあの娘たちにドレスをプレゼントしてようやく手に入れたミツバチの館の VIP 会員証じゃ。やっぱり！そうと決まったらこうしちゃいられん。すぐにでも娘たちに会いに行くぞ。店に戻ってプレゼントを選ばねば。俺も通するぜ、親父！はあ、チョコボ豆のポップコーン。連れ戻してくれてありがとな。いろいろと面倒だったろ。これ報酬な。さあ、クラウドさんも一緒に。ウォールマーケットのお勉強はここからが本番ですよ。仕事は終わりだ。あとは好きにしてくれ。わかります、その気持ち。未知の世界ってのは誰でも怖いもんです。は？一緒に行けないのは残念ですが、ここはウォールマーケットの先輩である俺がクラウドさんのため体を張って一足お先にインスピレーションを体験してきます。この俺にドーンと任せちゃってください。待ってろ、ミツバチの館。待ってろ、娘たち。ろくでもない大人が多くて困っちまうよな。ほんと、そうだな。そろそろサムのところへ戻るか。服を選ぶのってどうしてこんなに楽しいのかしら。うちの親父、あれでも一流のデザイナーなんだよ。仕事さえ。何ですか旦那さん。ああ、お前もいい。こっちのツヤツヤなのも良さそうだぜ。なあ、この服は。いやいや、こっちの方がいいぞ。おお、どうだ、欲望の街を歩き回ってみた感想は。いろいろ初体験だったろう。このくらい慣れてる。依頼は終わりか。いや、最後にもう一件だけ頼む。ティファちゃんを助けたいんだろう。どういうことだ。ま、とにかく闘技場へ行ってくれ。話はそれからだ。
だぜ、チャンピオン。観客席は満員御礼だ。派手に盛り上げてくれよ。さあ、今宵のチャンピオン、クラウドが再びリングに戻ってきた。今最も熱い男に対するのは身を焦がすほどのダイナマイトボディ、ベリーホットボーム。会場の熱気も爆発させてもらいましょう。レディーファイト。待ってたぜ、チャンピ。観客席は満員御礼だ。派手に盛り。さあ、今宵のチャンピオン、クラウドが。
膨れ上がった観客の期待に見事応えてくれました。熱気冷めらぬ会場に歓声がエクスプロージョン。さすがはチャンピオン、見事なもんだったな。あんたの取り分だ、受け取れ。ティファの件詳しく聞かせてくれ。ああ、ティファちゃんもボムに負けず劣らずのダイナマイトボディって話か。おい、騙すようなことをして悪かったよ。でもまあ、あんたが本気でティファちゃんを助ける気だってのは今の戦いっぷりでよく分かったぜ。遅い。それで手を貸すとでも？まさか、言っただろう、面倒ごとに巻き込まれるのはごめんでね。ただ今のあんたなら俺の手なんか借りなくてもティファちゃんを助けてやれそうな気がするぜ。ここに来た頃よりずっといい顔つきになった。さあ、お勉強はここまでだ。そろそろ姉ちゃんの着替えも終わる頃なんじゃねえか。女を待たせると怖いぜ。ゴムみたいにみるみる膨らんでドカンだ。来たな。さあ、相手を選んでくれ。またいつでも来てくれ。落ち着け。ティファがどうした？もうすぐコルネオのオーディションが始まるって聞いて、このままだとティファが。でも俺じゃどうしようもないから。分かった、お供します。クラウドさん、兄貴って呼んでいいですか？ダメだ。俺、兄貴にならティファを任せてもいいかもって。兄貴はどうやってそんなに強くなったんですか？だから兄貴の立ちさばき、惚れ惚れしました。こう、ズバッ、ズバッ、ズババって。俺も兄貴みたいになりたいですけど。じゃあ、俺はここで。いや、その、足手まといになるといけないんで。マムの店に戻って、エアリスが出てきたら俺が戻るまで待つよう伝えてくれ。了解です。